音楽に合わせ華やかな演技を見せたのは仙台大学の新体操部です。先月鹿児島県で開催された全日本学生選手権で悲願の団体初優勝を果たし、今日学校で日本一の演技を関係者らに披露しました。1位という結果につながったのは曲もそうだし、振り付けもすごくいい評価をもらえることができたので、2分半の中でその演技の正確性や表現力などを競う新体操の団体競技、仙台大学はチームワークの良さを前面に出した豊かな表現力と練習で培った正確な演技で日本一を勝ち取りました。部員17人全員の気持ちを一つにして常に明るい空気感でできてたことが一番大きかったと思います。チームから感じる雰囲気の良さが見ている人に訴える力があったのではないかなと思っています。さらに演技に磨きをかけ、11月にも全国大会に臨み、再び日本一を目指します。